ご視聴ありがとうございます。今回もワンフェス2023冬新作展示フィギュアまとめやっていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、で今回ですが、あみあみホビーキャンプさんになります。それだけです。それだけなんですが、やばいです、20分オーバーになってしまいました。今のところ一番長い動画となります。で一応ご説明しなくても大丈夫かと思いますが、今回の投稿は3回目となってます。説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ一から見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、でちょっとフィギュアのお話の前に軽く雑談させていただきたいと思うんですが、1回目2回目と本当たくさんのご視聴ありがとうございました。コメントとかも本当たくさんいただけて超嬉しいです。もちろん全部読ませていただいてるんですが、全くご返信ができてない状態です。でまだまだデータがたくさんありまして、編集が続いております。もうちょっとかかりそうなんですが、ご理解よろしくお願いいたします。はい、であとですね、今回3回目の投稿になるんですが、どうですかね、これまで1画像3秒ちょっとくらいで載せてるんですが、長いとか短いとかありますかね。まあでも YouTube って再生速度を変更できますからね、まあお好みに合わせてご再生いただけたらと思います。とりあえず長すぎないようにとは思ってるんですが、何かご要望等ありましたらお伝えいただければと思います。はい、でまあ一応ですね、動画の尺もアンケートを取らせていただきまして、15分くらいで作ろうとは思ってたんですが、今回はあみあみさんだけで20分ちょっとになってしまいました。少し長いんですが、お付き合いいただけたらと思います。はい、で実はですね、もっとやばいのがありまして、でそれがまあご想像つくかと思いますが、ぐっすまさんブースなんですよね、ワンホビー。まあ一番規模が大きいですからね。まあそんなわけで、ぐっすまさん今回のあみあみさんの倍くらいありそうなんですよね。まあですので、前後編になるかもしれないです。ということで、まだまだワンフェス動画続きますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、で今回はですね、あみあみさんブースというかあみあみホビーキャンプとなってまして、いろんなメーカーさんが集まってあみあみさんのブースで展示っていう形になってます。東京フィギュアさんとかもそんな感じですよね。でまああみあみさんということで、出展メーカーさんの数やばいですね。で申し訳ないんですが、今回ロボ系が取れてないんですよ。あの天国さんとかはちょっとだけあるんですが、フレームトイズさんとかがないんですよね。スケールフィギュア中心に撮ってましたら時間切れになりまして撮れませんでした。申し訳ないです。はい、まあそんなわけで、もちろん今回もほぼスケールフィギュアとなるんですが、一応軽くメーカーさん名お伝えしておきますね。アリスグリントさん、アルファマックスさん、天国さん、アミアミさん、アニゲームさん、アニギフトさん、ブロッコリーさん、カプコンさん、コネクトレクトさん、ゴールデンヘッドさん、アスキさん、ホビーサクラさん、イデリテフィギュアさん、コーエテクモモデルプラスさん、レモエフィギュアさん、マジックアステロイドさん、オマハさん、オーキッドシードさん、オリエンタルフォレストさん、アザーウェアさん、ファレノさん、プラムさん、プライムワンスタジオさん、というかまあプリズマウィンクさん、リバーススタジオさん、リーボスさん、ショーモンさんですかね。で、エルドラモデルさん、遊園グッズさん。はい、以上ですかね。漏れてたり間違ってたりしたらすいません。はい、で申し訳ないんですが、アダルトの方はもちろんありませんので、ご了承ください。はい、で、まあ結構知らない、まあ聞いたことないメーカーさんもあるんじゃないかと思います。私もかなり知識少ないです。で圧倒的に美少女フィギュアが多いです。でやっぱり小さめなメーカーさん、エッシ様のイラスト系フィギュアっていうのがすごい多いので、エロめなのが今回結構多いと思います。まあ、ですのでギリギリなのもあるんですよね。まあ、でも完全に無理そうなのはもう弾いちゃってます。告知のイラストだけでも規制対象になりかねないので、申し訳ないんですが一部カットしてると思います。まあでもですね、頑張ってギリギリも攻めてると思います。もう未再式なのでいけるんじゃねって言い聞かせてます。まあでもアップは無理だなっていうのは結構ありますので、遠目だけっていうのもちょいちょいあると思いますので、ご了承ください。
はい。で、今回もですね、まあ、少し個人的にも気になった部分っていうのは雑談していきたいと思うんですが、といっても、まあ、どれもめちゃくちゃいいんですよ。メーカーさんを知らなくてもですね、何これってすごい惹かれるフィギュア多いんじゃないかと思います。まあでも天国さんですとかプリズマウィングさんみたいな大手さんもありますので、どれもすごい良さそうっていうのはもう言わずもがななんですが、まあ、あとはですね、やっぱり個人的にアズレンが熱いですね。で、イベントの中でも特に気になってましたゴールデンヘッドのミューヘイソーのイラストリアスとローン、めちゃくちゃ良かったです。それはですね、後日別でも投稿したいなと思ってます。で、あとはですね、イデリッテフィギュアさんが気になりました。行装っていう多分メーカーさんのオリジナルですかね、和をテーマにしたフィギュアということで、オーバーロードのアルベド、テンスラのリムル、で猫さんのイラスト AZ シリーズの S、めちゃくちゃかっこよかったです。わかりやすく今回の最後にしておきましたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいですとか言いながら、たくさん視聴してもらう作戦ですね。はい、まあ、そんな感じの内容になってますので、今回、ちょっと長いんですが、ぜひお時間に余裕がある時にでもたくさん見ていただけたらと思います。はい、ではですね、雑談も以上にしたいと思いますので、ゆっくり見ていってください。
はい、では以上になります。今回はワンフェス2023冬展示フィギュアまとめ3回目アミアミさんブースのご紹介でした。次回もぜひまた見に来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。